さて、我々も早々に戻らねばな。あ、待った。何だ？ちょっと気になることがあってさ。調べ物、すぐ戻る。錬成人とは違う。二頭の竜、太陽が五つか。第五研究所にあった錬成人と似てるけど。あー、くそ、上の方欠けててわかんねえや。なんか用かい？言っとくけど金は持って。イシュバール人か。悪いが、おとなしく捕まってくれないか。あいにく身代金を要求しようにも、両親いないんだよね、俺。金ではない。イシュバール閉鎖地区の解放、および、イシュバラの聖地を踏みにじる国軍の撤退を要求するために。人質になってくれんか、少年よ。バカバカしい。あの軍がこんなガキ一人の命に、指一本たれとも動かすわけねえだろ。世論は変えられるかもしれん。子供を見殺しにしたアメストリス軍とな。イシュバール内乱も引き金は一人の子供の死だった。何が歴史を変えるきっかけになるかわからんのだよ、少年。手加減はせんぞ。このバカ誰が。よし、来やれ。はっ、かわいい人ね。はっ、来やれ。はっ、来やれ。はっ、当たった。はっ、ふっ、はっ、ふっ。あら、やった。手加減はせんぞ。失礼するよ。よし、遅いと言ったはずだ。滅ぶべし。行くわよ、少年。
たった当たったはっふっ格の違いを見せてやる。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。捕まえた。気の流れを読むんです。あう。よっと。あう。よっと。当たった。当たった。あらよっと。当たった。面白い。このバカ誰が。滅ぶべし。遅いと言ったはずだ。よし。強い。あらよっと。手加減はせんぞ。かわいい人ね。違いを見せてやる。このバカ誰が。滅ぶべし。破壊させてもらう。格の違いを見せてやる。手加減はせんぞ。遅いと言ったはずだ。滅ぶべし。当たった。遅い。当たった。あらよっと。死ぬまで殺すだけだ。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。
たった。かわいい人ね。当たった。あら、やった。当たった。手加減はせんぞ。当たった。失礼するよ。手加減はせんぞ。このバカ誰が。やめんか、見苦しい。ション様。バカ者が石原の名を恥ずかしめる気か。君、その人を話してあげて。もう襲ったりしないから。すまんね、若い者たちが無礼を働いて。いや、イシュヴァール人が俺たちを憎んでるのはよく知ってる。ああ、我々の全てを奪いこの荒野へ追いやったお前たちを許すことはできない。じゃあなんで助けたんだよ、その大嫌いな俺たちをよ。シャン様も僕もあの内乱で死にそうな怪我をした時にアメストリスの医者に助けられた。イシュヴァールがあんなになってしまって、正直君たちが憎いけど、今僕が生きていられるのもその医者のおかげだ。全てを憎むことはできない。間接的に俺もその医者に助けられたことになるのかな。医者か。俺の知ってる医者夫婦も内乱の時イシュヴァールに行ってたよ。医者夫婦ってひょっとしてロックベル先生か。知ってんのか。知ってるも何も、僕たちを助けてくれたその先生だ。君、先生の知り合いだったのか。こんなところで思わぬ縁だ。私たちには君くらいの年の娘がいるんだって親身に見てくれたよ。ずっとお礼を言いたかった。そうか、ロックベルのおじさんとおばさんが。内乱が悪化してイシュヴァール人殲滅の命が国から出た後も現場に踏みとどまって最後まで人々を助けておったよ。どんな最後だった。ロックベル夫婦は助けた患者にイシュヴァール人に殺された。そんな理不尽なことがあるかよ。すまない、我々はあれを止められなかった。どこのドイツだ。右腕に入れ墨のあるイシュヴァールの武装だ。殲滅戦が始まって間もなくのことだ。病院にも軍の手が伸びてきて我々は命からがら逃げ延びた。その武装はそれっきり見ない。そっか。もし機会があったらロックベル夫妻の墓前に報告をしておいてくれるか。感謝と謝罪と。わかった、必ずするよ。